こんにちは、 TK です。今回は次の質問に答えていきます。参考書は何を買えばいいですか？はい、この疑問はかなり多くの方が抱えるものでしょうね。小論文関連の本ってめちゃくちゃ多いですから、何を買えばいいのか全くわからないというのが普通だと思います。では早速この疑問にお答えしていきます。結論から言うと、自分が目指す学部の特性に合った本と知識を補う本の2冊を買えば OK です。例えば僕は経済学部を目指していたこともあって、小論文これだけ経済深掘り編という本を購入しました。実はこの小論文これだけシリーズはですね、かなり幅広く展開されています。経済学部以外には看護や教育といった学部に焦点を当てているものもあります。何か一つ参考書を持っておきたいという場合は、このシリーズの中から1冊選んで使い倒せば OK かなと思います。あとはですね、知識を補うための本も一冊持っておきたいですね。例えば僕は経済学部を目指していたので、経済関連の知識をまとめた本を一冊買って、それをですね、隙間時間に読み込んでいました。こんな感じで、参考書として買う本は2冊程度で十分だと思います。あとはブログや YouTube なんかも参考にしながら勉強を進めていけば OK です。たまにたくさんの参考書を買う人いるんですけれども、それはおすすめできません。たくさん買っても使い切れないので、少なめに買って、それを使い倒すという方法がおすすめです。はい、これで今回は以上となります。質問はですね、動画のコメントや Twitter の DM にて受け付けていますので、そちらにお気軽にご記載ください。はい、では以上となります。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。